こんにちは。こんにちは。こんにちは。リップ塗ります。昨日は北海道ありがとうございました。ちょっと今から揚げ鶏食べます。揚げ鶏、いや今朝帰ってきました。今朝帰ってきてちょっとお仕事して、で今そうだから、せっかくねメイクもしたのでちょっとショールームしようかなって思ってショールームしてみました。あ、待って、ティッシュ、よし食べます。一旦ティッシュオフした。いただきます。うん、サツコレありがとうございました。ランウェイもライブもとても楽しかったです。すごいランウェイ緊張しました。顔緊張してるのうち分かりやすいよね。ちな北海道、うん、日帰りじゃない、一泊して今朝帰ってきました。だから今日ね6時20分くらいに起きた。朝の昨日が朝のね何時だろう、まあ4時20分くらいに起きて、そう昨日結構爆睡しちゃった。もう寝落ちした、久しぶりに寝落ちしました。そう2日連続朝早早で、美味しいです。とても。そう髪色変えたい。変えたい。北海道はまあ、海鮮、牡蠣とかいろいろ食べました。ジンギスカンはね食べれなかったんですけど、揚げ鶏食べてます。今入っとんしたら多分噛み切れる。わかる、なんとなく。ちょっとね飽きた、飽きたっていうか髪色落ちてきて、赤がねちょっと結構もう抜けてきてるので、今日の目待って、教授の話も大事だよ。でもありがとう。こんにちは。みんなそうだよね、3連休上がりの平日ですか。やっぱ今日平日だからすごいさ、お仕事が意外と早く終わって暇だなって思って、なんかカフェとか行けたらいいなって思って友達に、まあ、2人くらい連絡したんですけど、返信が返ってこない。
そうだからお家帰ってきた。お家帰ってきてもう揚げ鶏食べちゃおうって思って。揚げ鶏めっちゃ好き。太鼓の達人ですか？太鼓の達人ね。でも画面見せれないけど。本当七チキ逆に食べたことないわ。揚げ餅、芋餅は好き。芋餅大好きだよ。待って、友達から今返信来た。今日暇じゃないのって送った。今日というか、今って言ったの。そしたら、多分なんか予定あるっぽいわ。うん。予定あるらしい。芋餅大好きなの。ダイエットは、最近さ、めっちゃ食べてるの。すごい普通に、でも今まではご飯3食は食べてなかったんですよ。3食食べるとしてもなんか1食は軽く食べるみたいな。今もうね、全部もういっぱい食べてて、いっぱい食べてて、ちょっとね、そう、ちょっとお腹がぷよぷよってきた。やばい、やばいです。ちょっとやばい。なんか5日間くらいサウナに行きたい。サウナに行きたいねえ。みんな甘いよ。どうするの？それでどん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 。そう、お腹出し印本当にね、大変。やばいって思って。お腹がやばい。お腹からね、ついてくる。昔は顔からだったの。でもやっぱ変わるんですね、人って。そうなんですよ。お腹出し印象多いです。めっちゃ多い、めっちゃ多い。数えてみて。数えてみて、みんな。サウナね、家の近くにね、徒歩何分とかであったらめっちゃ買うのになーって毎回思う。うん、お誕生日おめでとう。おめでとうだよー。幸せの一年にしてあげる。うん、なんかその北海道からその帰る飛行機がなんだっけな、なんか多分昨日ジョイちゃん の福岡初日通話初日が福岡だったじゃないですか。なんか北海道からその福岡に行こうとしたら、そのなんかもう飛行機がないみたいな。で結構人気なのかなって思って、飛行機だから大変。しかもさ、札幌っていうかなんか北海道結構飛行機のイメージ、大体飛行機で行くのがあれじゃん。だからやばいよ、やばい。じゃあマジ早朝帰ってきた。早朝ではないけど早朝に起きて。午前中に、マジ午前中。
大空見落とすと案外今日はもう仕事をしてきました。じゃあ、あとメイクしないですね。かゆい、やばい、頭皮がもうね、そうブリーチもできないなって思うのが、頭皮がね、多分やばい、やられてる。もうね、染めただけで頭皮がいつも大変なことになるので、右側かな。でね、いっぱいもらった。ブリーチ見てます。え、黒髪しようかって言われたらしたくなくなっちゃう。なんかいつか黒にはしないな。黒にはしない。なんかこれももらった。あ、待って、ライトが倒れてきた。びっくりした、びっくりした。危ない危ない。みんなもびっくりした。危ないよ。こんにちはね、またしちゃう。危ない。びっくりして泣いた？白すぎ？買ってくればよかった。あ、これもね、いただきます。何時までするか決めてないな。リップカラーちょっと開けます。気になってた一番これが。お、やばい、ちょっと待って、キンキンしてる。あ、すごい、2つ入ってました。え、かわいい、かわいい。きっと色味が書いてあった。かわいい。あ、あ、めっちゃ良さそうね、かわいい。しかもハート、あ、あー、めっちゃいい色。ちょっとついちゃった。使おう。嬉しい、増えました。あ、飲むヨーグルト飲みましたね。あとパン食べた。これはなんだろう、メイクフィクサー。え、飛行機でね、うちインサイドヘッド2を見たの。でも1時間10分くらいでやめちゃった。やめちゃったっていうか、もうついちゃった。開いた。あ、すごい、何、メイクアップフィクサーって何。あ、崩れにくいし、メイクをよれずに密着固定させるやつか。みえちゃん染めてないです。みえちゃん染めてない。これは、スプレータイプのやつだ。開かないが、うう開きました。使おう。
3から5回振る。おかんをめ、女性5回でいいし、よし5回。OK。何言ってるか分からなかったでしょ。これは日焼け止めクリームです。これもいただきました。これティーン。ティーン、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 ティーン。あ、ちょっと待って。うちね、たい焼き買ってきたの。よいしょ。やばい、倒れないでね。ライトさん、倒れたらうち泣いちゃう。じゃーん。こちらも私の大好きで大好きで愛してやまない、このセブンの白餅たい焼き。こちらも大好きです。もうずっと大好き。こんにちは。眠いね。もうなんかこれでやろうかな。これでやろう。なんかハマりました、うん、これでやろう。どんがらがしゃん。ウォーキングは練習とかなかったですね。でも空き時間にどうやったらなんかいいかみたいな感じでやってました。うちセブンのこれが大好きなの。一番たい焼きの中で、ニューデイズとか、まあ、ミニップとかローソンとかファミマとかにもこういうたい焼き売ってるんですけど、これが一番うちは大好き。セブンの売ってるとこと売ってないとこがちょっとあったりするんですけど、もちもちたい焼き、白餅たい焼きでした。失礼いたしました。うまっうまっ。うん、セコマックとは昨日は行ってないんですね。うん。もぐもぐ。白いのは？これは今おやつだね。本当？おいしい。これホイップクリーム入ってるんですよね。ほら大好き。笑える。おい笑えるのやつですか？んって頭から食べる感じ。うますぎ。
なんか何種類かくらいあるよね。うん。ちゃんと尻尾までね、カスタードが入ってる。ビミレイ。そう、セブンのはマジでもちもちしてて美味しいの。絶対食べて。てかうち焼きポンデリングさ、なんだっけ、流行ってた時期逃して結局ね食べれてないんですけど、焼きポンデリングみんな食べた？メイクいつもと一緒かな？一緒な気がする。一緒じゃないく見える？マツパスできた。ちゃんとサツコレ、サツコレに向けて一昨日マツパスできました。ねえ、焼きポンデリングやろうって思った人最高だね。蒸しポンデリングなんてあるんですか？昨日緊張しました。緊張した時もっと緊張してる場面ってあるからそれを思い出そうって言ってうちはこの間ほんとサスケ予選会、アイドル予選会めっちゃ緊張したからそれを思い出した。そう、おぎちゃんと一緒になんかいやいやって、うちらもっと緊張してきた場面あった、それを考えようって言って、おぎちゃん舞台とかさって言って、大丈夫大丈夫って言って、そう前後だったから並び順が、それでそうなんですよ。緊張すること続きで、ね、心臓が持ちません。心臓持たないです。足長すぎた。本当？本当ですか？まじひーちゃんのラスボス感がすごかったよね。もう服もね選んでいただいてそれを着てたんですけど、なんか服に着られないようにそう頑張ろうみたいな、頑張った塗ってみよう。いただいたリップ歯ご色使えるよ絶対。え、かわいいこの色味。しかも潤う。え、めっちゃいい。いや、ひーちゃんがなんかドフラミンゴドフラミンゴって言ってて、みたいな、なんかファンからクロコダイルみたいな。でもさ、おぎちゃんとはスモーカーって言ってました。ワンピースの、いやいや全部ワンピースやんみたいな。そのさ、ワンピースのだけでさ3キャラクターも出てきちゃう。すごいよすごいよ。すごいよね。だからワンピースって国民的アニメなんですよ。素晴らしい。昨日はね本当に緊張しました。しかも最後撮影家だったじゃないですか、フィナーレ。どうですか、撮れました？皆さん撮ってくれた？
すごいね、やっぱ嬉しいですね。みんなニコニコしてミレイっていう持っててくれたり。撮るの忘れてました。なんかね、の意味も一曲とかね、札があればいいのにねって思う。なんかちょっとの間だけでも。ね、よくジョニちゃんの初恋シンデレラが回ってきたり、あと結構他のアイドルさんとかもね、札か OK だったり、なんか1曲だけ OK だったりしてね、今 TikTok でバズる時代なので、それになんか乗っていけたらなって思う。ここで多分乗り遅れたら、乗り遅れちゃう本当に。でも なんだろう、なんか最近 TikTok でバズったもん勝ちみたいなところがあって、ちょっと悲しいね。悲しい。そういう時代なのかな。なんか TikTok で真似しやすい曲とかがバズりやすいのかな。手振りとかちょっと簡単でとか。耳に残りやすい曲とか。バラード調もっとバズってほしいよね。バズ、なんだろう、結構テンポが速い楽曲とか。結構昔だったらまあなんかこんくらい、こんくらい、なんかこんくらいの、なんかこんな感じの、あのペンライトでやるなら、でも今はもうこんな感じ。これが流行るんですよね、こういう曲のテンポとかの方が。だからそういうなんか TikTok でバズらない、バズらない曲っていうのなんて言うんだろうな、あんまり知られてない曲が人気とかだとすごいなってやっぱ思うのかな、今の時代。分析。いやでも TikTok もね、もう長いよ、結構結構も年数ある。うちがね高2高3高3あたりかなの時にはもうなんかいい波乗ってんねーみたいなのが流行ってたから、あとバーンじゃあ、チュータイム、チューってかもチュータイム、バンバンバンみたいな。もう高3からあった。TikTok っていう名前は。だからそのバイトしてての後輩ちゃんに、みや先輩って、TikTok 撮りましょうって言われて。なんか、あ、なんか一個だけね、撮ったことある。高校生の時は。でも高校生の時はね、その1回しかないな、逆に一人で撮るとか考えられなかったし、自撮りとかも考えられなかったですね。そう、ミレイ先輩って呼ばれてました。あっちのクマもこっちのクマも正直戦力外、うん、とかもやってたよ。あっちのクマもこっちのクマも正直戦力が、うん、何でもいいから僕にクマの確認くださいってやってました。やってましたよ、そんな時代はありましたよ。あの口を開けたら空気出てきちゃうから、口をねこういかに閉じて、あっちの
口曲がっちゃった。目を今そっちに向き合ってたら口が、うん、なんかあっちの雲もこっちの雲も正直戦力が、うん、なんでもいいから僕に雲のクッキーくださーい。ハンハン、で顎がハンハンハンってやってましたね。え、ミクちゃんとかだってなんけなんけのキャラキャラさん泣きキスんどおかしい、君のことが好きで好きで好きでたまらない、キスしてチュチュチュニューンだんぱ I love you みたいなあとなんけなー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 ドゥルドゥッドチューリップの恋模様だけ、チューすればするほど好きになるだっけ、だっけな、あとなんだっけ、あとなんなんと毎楽しみ放題、毎日毎日お疲れさんは、今日かいつか心忘れたい、お腹の底から恋はげせーの、おーおーおーグッキー、おーおーおーラッキーだっけ、おーおーおーグッキー、おーおーグッキー、あとなんだ、あとワンツーベーワンツーベーワンツーワンツーワンツーベーみたいな、なんだっけな、シッとめっちゃね流行ってた、懐かしい。いや知らない。あと反応字の変、反応字の変、反応字の変、反応字の変とか、あとおしゃれ番長とか、あらら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 、トゥルントゥ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 でさっきのカフェの店員さんがタイプでしょ答えてドゥ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 みたいなかな懐かしい。とかしかわかんないかな、意外とミクちゃんね、懐かしい。アカウントとかもなんか投稿みたいななかったけど友達と撮ってましたね、中学生の時、中3だね、ちょうど中3です。てか今日暑いです。てか北海道寒かった、北海道寒かったねそう、めっちゃ昔、懐かしいです。時代が10年前とかです。やばいよね、なんか昔話とかを自慢、昔話、自慢話、あとなんだっけな、何々をしてはいけないみたいな、そういうのしないよ、心がけてみたいな俳優さんが言ってて、うわー、うちも気をつけようってなった。やっぱね、年をさ重ねるにつれてさ、やっぱ昔話ってしたくなるじゃん、懐かし話にもなるし、まあ、それで盛り上がるときは盛り上がるし、あ、説教だ、それだ、懐かしい、クレイジーフォーユー。え、そう、マジ昔って結構バラード調の曲が流行ってた気がするの。メガネどころだろう、ほんと安いよ、安い安い、500円とかじゃない500円1000円とか、そうそう、だからうちも気をつけようって思った。
てかうち、え、そう、あのね、うわ、ちょっとあざになって、なんかやばいよ、お話し会の日にお話し会の日、オンラインのお話し会の日に、まあ一部終わって一部二部の間で、まあ、ちょっと寝よっかなって思ってね、あの、まあ、机があって椅子がまあその部屋に5個くらいあって、でその椅子っていうのが、まあ、ちゃんと、まあ、背もたれあって、こう椅子だとしたらここに空洞があって、なんか足とか、まあ、入れられるくらいのスペースがあるから、だからその椅子と椅子を重ね合わせて足も乗っけられて、なんかこう仰向けでね寝ようって思ってで、あの2つちょ3つつなげたらよかったんですけど、3つつなげるのちょっとめんどくさくて、2つでね、そのゴロンってしてたんですよ。でそのでなんか椅子で寝てた、で、あの椅子で寝てて、あの折りたためる式の椅子ってあるじゃん、あのこっちに座ったら全然大丈夫だけど、あの奥深く座ると縦になっちゃうみたいな椅子だったんですよ。だからまあその起き上がる時にね、そう2つあって、でこっちがそのこうなんか椅子と椅子を向かい合わせて、まあ、寝てた、で足をそこにあの空間に入れて寝てた、で起きるかって思って起きたの。でその起きた時に1個の椅子からは離れて、でそのもう一つの椅子、だから足を今こう入れてる状態のところで起き上がろうって思って、でもそのあっちに体重かけたら縦にね椅子が折りたたまっちゃうから、絶対その座る側の方に体重かけてないといけないなって思ったので起き上がろうって思って、なんか手すりっていうの、椅子のこの手を置くところつかんないでしょ、でも待ってみたいな、椅子1個なの、椅子1個でそれ今やってて、でその起き上がりたいから自分の今体が乗ってる方の椅子につかんだ、で起き上がろうとする、でも体重はもう完全こっちなわけよ、あ肘掛けか、そう、起き上がろうとしたら、まあ、当たり前にこっちに倒れるやん。そしたらあの倒れて、で足も入れてるから身動きも取れないであの椅子と一緒にゴロンって転がって、あのここをね打つっていうそう、あの擦り傷になって、お話し会でそう初めてマネージャーさんに、すいません、湿布ってあったりしますかって湿布ですかって言われてやばかった。しかもあの目疲れちゃうからって思って、いつもね休憩時間寝るとき暗くしてるので、あの iPad の、まあ、電気だけついてたから、まあ、そこも明るい、そこだけ明るかったのね。だからあの暗い電気が消えた部屋で一人で椅子と一緒に転がり落ちるみたいな本当にねびっくりした。よかったよ、なんかこれでぶつけどこ悪くてさ、捻挫とか骨折とかしてなくてよかった本当によかった。しかもなんか壁に倒れればよかったんですけど、なんか壁に倒れたら結構音響くからって思って、ダダダダーンとかなるかなって思って、壁には絶対ぶつからないぞって気持ちでこっちに倒れたの。でこっちにあの机とかがあるから本当にねしっかりしてってなりました。見てないですね、一部屋でやってるので閉めてたから、いや大変でしたよ。よかったこれでさね、ほんと怪我してよかった、こんな笑える話にできてよかった。よかったね、こんな笑える話じゃなかったら話しないからね全然もうね忘れてた今そういえば、なんかこうしたらなんかここにその
ソファーの椅子になんか手ここ肘当ててたらなんか痛いなって思ってそう痛いなって思いながら、まあ、何十分くらいショルームしてたんですけど今思い出しました。そういえばあ痛い理由あれかって思って、バカだからね本当。バカですね。じっくりゆっくり考えると自分ってバカ気をつけてねみんなも。痛さで思い出せました。菅波お洋服どこで買うのが一番いい、んでもどこだろうな、イートミーとかマジェスティックレゴンとかオリーブでオリーブとか、あとリゼクシーとか、あともちろんロジミューズさんとかが多いのかな。あるあるのお店ですね。まあそうですね。あとダズリンも多いかな。今年アウターまだ買ってないですね。アウターなくて、普通になくて困りました昨日。普通に困っちゃった。うち成人式ドレス買ってない、行ってない行ってないですね。今年のアウターの流行りなんだろう、もこもこ、ちょっと丈感長めの、あとナイスクラップでも買うわ。なんかそこら辺を買ってますいつも。これ多分マジじゃないかな。もらってないですね。そう匂いとかもねついちゃうから、香水とかも一切つけずで、成人式まあ式だけ出ました。あと家族とご飯食べたから、そういうドレスとかは着てないですね。ダダダどんな時もダダダダダモードけど着ないですよね。てかなんか大きいパーカーが欲しくて、今大きいパーカー欲しい。パーカーの季節、パーカーにスカートででちょっとあのブーツじゃないけどの靴みたいなの履いて、そういうの好きです。そう、黒パーカーはプニューズで買いました。結構デカめかな。対面撮って撮って、絶対会いに来てね、待ってる。てか見て、カラオケちょっとしようかなって思って今イヤホン持ってた。ちょっとなんかカラオケしようかな。やばい眠くなってきた。眠く。プレゼントとかってさ、新品じゃないと送れないんだっけ？送れないのかな？どうなんだろう。なんかいやでも古着になっちゃうか。ちょっと、うえーん、落ちてったよー。あー、あー、しっかり菅波さん、しっかりしてください。
あー、なるほどね。値札ついてないとダメか。そっか。さかなみ頑張れ。ありがとう。頑張る。眠くなってきた。眠。眠。泊まるの？晩飯はじゃあイクラのあのイクラで海鮮海鮮。え、そう、あのね、去年北海道行った時になんかね食べたんですよね。おにぎりが丸くてイクラがめっちゃ乗ってて、どこだろう、なんかすごいね美味しかった。あとじゃあぜひ夜パフェ行ってください。夜パフェね、北海道いっぱいあるよね、確か。踊り場でさ見かけたよ、そんな顔で笑ってる君のことは嫌い。雨が降った日の果てたストレート、その表情ももう全てが愛おしすぎるけど、君が好きだよなんて思わない。その度また進んでて、僕はどこでそのチョイス間違えたんだろう。失念ソウル僕のこと続く悲しいメロに踊れないでしょ。このリズムでは明日からの僕はどんな顔したら、最後の恋、最後の人、君じゃなきゃ。君が好きだなんて思わないよ、君にあげる。たまに思い出してね、僕が好きだったセリフ。ああ、僕が君を思う時に、君は誰といる？どこまで戻れば
あげます。あげます、あげます。そう、うちね、そう、すごい、まあって思ってるところがあって、ラスラスあるじゃないですか。で、ラスラスさ、見かけたよの前さ、知らない人知らない君踊り場でさのところって、だいたいみんな真ん中らへんで歌ってて、で急に見かけたよで端っこなるんですよ。そうすると絶対そこが抜かれなくて、だからすごいいつもちょっと悲しい悲しい。だから現場に来てぜひ見て、見てください。いっぱい。そう、あとあの自由音だけバクバクで、風の強い帰り道内へ急ぐで、みえちゃん走ってくやん。で、で、あの端っこやん。で、人はいつももう端っこから来るから、もう絶対もうそこもちょっと諦めてます。なのでぜひ現場に来てください。現場に来て見て、見てください、聞いてください、お願いします。で、大体見かけたいよってカメラ絶対まっすぐになることなくて、絶対下からアングルなのそう、下から撮られることが多くて、そう、やめてっていつも思いながらそう。で、あの初恋カムバックとかも、あの冷えたポテトも大体うちだけ映ることはないので、そこもぜひぜひ現場に来てください、お願いします。だからマホロバースタリスクとかは意外と 1A1B2A2B 取りやすいのかなって思う。結構真ん中で歌ってて、で真ん中から歌ってて、で真ん中から歌って、大体真ん中なんですよ。そう、そう、取りやすそう。マホロバはだって 2A もさ回転してるから、もう歌うよってわかるから。チューする？キューキュー、キューキュー、やだ私に決めて、君の隣さ、よそ見は元気一番、それってリアリティ、私がいいんじゃない、スパイシーよりも甘がいい、結局私でしょ、思わせぶりと好きだから、チューチューチューってして、チューチューチューがいい、愛をキュッと絞って、フレッシュなラブポーションだって、チューの愛情に思わせ、無理なの私。
しますね。一旦 LINE の方ね。てかさ、今更なんですけど、鑑定スキルで成り上がるっていうアニメを1話2話らへんまで見てたんですけど、今日なんか見たらすごい面白くて見ちゃった。マジ今期ねめっちゃ見てる。マジこのバニラ子のねリップいいですよ。めっちゃ痛いけど唇とかでも慣れちゃった。慣れちゃったよー急な慣れちゃったよー。唇綺麗ですか？うちさん下唇がちょっと太いんだよね。ちょっと太い。あ、分厚いっていうのかな。ほら。だからうちここまで塗らないの。ここの中間。ドキドキしてきた？本当ですか？まあ今ね、チューって。ごめんなさい、気持ち悪いね、笑い方。ごめんね。とてもごめん。すまんすぎる。
もう一回はしないよ。しないです。もう一回はしないよ。意外と MV いっぱい映ってます。見てください。デートの後22時。見てください。いっぱい。おぎちゃんに撮ってもらったんですよね。で、おぎちゃんはうちが撮ったり、メンバー同士でね
取り合いみたいな感じで、だからちょっと視点もね違う感じに、いつもと違う感じになってたりするから、すごいなんか素のみんなが見れる MV の一つでもあるのかなって思うので、ぜひそれにも注目して見てください。もう1年以上経ってますね。早い、なんか時間経って言う間だよね。早すぎ。じゃあデート続きで行こうかな。目覚めはフィーリングだって、明日は君とデートだもん。海で旅立ち怖いバーディー、夜が来て The match starts now、 一番可愛くなる。フラペの腕、あとは君任せ。可愛いって You just a kiss that 沼落ち寸前ってこと。大好き I need you、 そりゃ晴れた空がいいのかじゃもったいない。これが私のトリビュート、誰のキスはいたか君が決めて、今日の結末を私のこの気持ち全部全部飲み干してよ。ほら愛だいだって甘い愛で満たして、早く君に歌ったレクイエム、セリフちょうだいだらっぱい歌いたい。あたし本気それじゃ足りない、シャワーしてやったってやっぱりだって問題だし、デート前夜のレクイエム、シャワーもっとかまってなって自分を歌って、君に本気君が好きよ、乗ってそってレリンゴー、時々頭おかしくなっちゃうからね。そんなとこも好きでいてくれてありがとね。感謝だよ。なんかさ、花粉がすごいんだよね最近。本当に
花粉花粉かかかか花粉まっせーまんまふるわたまっせーまんまふるわたまっせーまんまふるわたへたりきりでいつもみたいにふざけないでね今日やっと二人の記念日が決まるのいつになっても思い出したいなとなくじゃいやギュッと抱きしめてスタートで私を前にしてそんな顔しちゃうのね余裕ぶらないでよ私はあんたに大好きなの最初から君って決めてた愛称はもう シャッフルっていうかあのなんかね決まってたからね昼と夜で違かったりもしもマシュマロフロートやるときなんかアンマーアーマテイスティーのところをアンマーアーマってふわふわってってやりたいいつかやるもうやらないかもしれないけどやったらねもしも言ってください
今日ね、カラオケをしたい気分だったんですよ、きっと。よいしょ。めっちゃカラオケした。めちゃくちゃカラオケをしました、今日。ありがとう、来てくれて。
それではランキングを読んで終了したいと思います。すごい結構やってた。じゃあランキング読んでいきます。13位しげちありがとう。12位まこうちゃんありがとう。11位たかしてたありがとう。10位のりありがとう。9位田中ありがとう。8位ゆいしありがとう。7位こばありがとう。6位りあありがとう。5位あつしありがとう。4位もかありがとう。そして第3位猫ちゃんありがとう。3位おめでとう。そして第2位タラッタありがとう。2位おめでとう。そして第1位コウタありがとう。1位おめでとう。そしてサツコレモありがとう。見えたよ、嬉しかったよ。いつもありがとうね、コウタ大好きありがとう。配信に来てくださった方も本当にありがとうございました。そして昨日サツコレね、現地に会場にお越しくださった方、そして配信を見てくださった方も本当にありがとうございます。ラーメンとても楽しかったですって緊張しましたけど、でもすごいね夢だったので、またねラーメン歩けたらいいなって思いますそれではこの辺で今日はショールームを終了したいと思います。見ていただきね、コメントもしてくださりありがとうございました。みんな今日もね一日お疲れ様ですじゃあそれではバイバイだよ、ありがとうね。今日ねテンション高いねっておっしゃってた、おっしゃってたというか言ってる方いたじゃないですか。そうなんですよ、テンションが高かったと思う。それはなぜか、多分あともうちょっと押して覚えてたら言うね。しかも何かの時に言うかもまだ嬉しい出来事がね今日あって、そう、それねいつか言いますね、忘れてなかったら忘れてなかったら言うね。忘れてたらごめんね、何とか言ってたらごめんね全然てか今日 TikTok 投稿できたら投稿したいな じゃあそれではバイバーイ、ありがとう。さらばさらば。